はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで、前回ね、このミッションをちょっと終わらせられなかったんですけど、こっちの方が近かったんで、このミッションをやります。ブライターズ、あの町のギャングですね、を10人殺さなきゃいけないっていうことで、これをやっていきたいと思いますよ。10人だもんなー。ああ、結構いますね。アイデンティファイ。あ、スナイパーだって。スナイパーはロングレンジの弾が撃てます。そして仲間を呼ぶ性質を持っています。あいつを先に倒した方がいいな。あいつから行きましょう。やっぱどのゲームでもスナイパーってのは、うざいですな。降りたくないなこれ。そうですな、でも上の方にいるから、まあ、一旦ちょっとここ降りて、そして行きますか。このババア結構いたよね、ずっとね。ここを登って、あそこには敵いないですね。レッツゴー。そもそもあそこ、ああ、なんかエッチなことしてる。エッチー。ほら、よし、敵にバレたのかな。いや、バレてなさそうだ。まずこの上に登るかな。ニトさんがいるね。力いて二人一気に行けたらいいんだけどな。ちょっと難しいかな。これなんで入れないの。あ、来た来た来た。バレたかな。バレちゃった。まあいいや、こいつ倒して、オッケー。こいつも隠しとくか。ん？あ、いつも長押しと一瞬のボタンのあれを忘れちゃうんです。こいつをこの中に入れときましょう。ハイドボディ。そこに二人いるな。裏から回り込んで、アサシンブレードでドバッと一気に。あ、よし。あぶねえ。あれは敵じゃないのか。そこに二人いるな。ああ、できなかった。まあでもいいや。あれ、ちゃんとやってんだけど。オッケー。人を殺すんじゃないよ、あんたは。これ、あ、やばい、みんな来てる。よし、後ろから来ちゃうのはこれどうしようもない。体力がやばくなってきてる。あ、もうこれ最後だ。
これ。Come on, kill him now. Kill her だ。ちょっと待って。これやばい。ちょっと回復しとくかな。ああ、あの二人か。あいつはあれかな？空中から一気にアクロバットキルしたいな。ああ、無理かな。出たー。来たねー。ああ、この拠点もゲットだ。オッケー、ギャングストロングホールドコンプリテッド。さあ、そして次はここですな。ここはこの前ミスったとこです。君と君のブラザーは変なアテンションをもらってるな。あ、ね、お、OK、え、あ、コンカ倒せばいいの？こいつら倒せばいいのか。この野郎、この野郎、この拠点は私たちのものだ。リクルート、あ、仲間入れよみたいな。この拠点を取ればいいの？あ？本家ホワイトチャペル4つのうちの2つできたよってことか。ああ、そういうこと。あとこの2つ残ってるってことね。で、次はここに行けるのか。で、1人仲間ができたのかな。あ、こいつら一緒に戦ってくれるんだ。やったじゃん。なるほど。どんだけ役に立つかわかんないけど、まあじゃあ来てくれ。レベル低そうだな。とりあえずゴー、次のミッションまで行きます。来てんのかな。あ、来てる。男と女性一人ずつですな。あ、あ、ちょっと待って、猫がいる。これ視聴率上がるでしょ、猫映したら。警戒しちゃった。猫かわいいな。犬とかいないかな。ちなみにこいつら登れんのか。あ、ここ越えていくぜお前ら。ついてこれるかな。あ、ダメだ。そうですか。まあ、お前らのレベルはまだ低いということですな。彼女もいいけど、そろそろ男性も使ってあげないとかわいそうかな。ダブルで殺せよ。なんだよそれ。ほら、お前らも加勢しろ。よし、行け、カモン。おお、ボディ。ああ。どうしたらやってくれんだろう。いや。あ、ウェイトとかあるな。うるさいな、殺人したって。ちょっと待ってよ、タックルホーマーダルトン。
あの黄色い人か。ああなるほどね、こいつね。あ、逃げてんじゃん。ちょっと待った、めっちゃ早いぞ逃げんのあいつ。ちょっと待った、ここ右かな。うわー道が入り組んでるわー。だけど行けそうだな。うう、あーだめ。あー惜しいな惜しいな。ちょっと待ってよ、これ左じゃないか。これ待って、いた。それにしても足が速いな。カップ、あ、車に乗せろ。ちょっと待って、え、赤いとこまで戻んなきゃいけないのかな。あー長いなこれ先が。あ、やばい、チルドレン。あー守備班みたいな、これダイ。全然お前ら役立たない。あっ、おお、セインツローみたいになってる。よし、これ多分どこに行かなきゃいけないんだろう。デストネーションはよくわからないな。こっちかな、赤いとこだよね多分ね。いや、ファイトはちょっと避けます。登れないもんな、下。多分うまくおびき寄せて、あれかな、ターゲットのとこで捕まえればよかったのに、そこバレてるからダメだった。こっち行ったらガード、大丈夫かな。あれ、ちょっと待って、250、あっちじゃん、緑じゃん。ちょっと待った、あー、すいませんね。お前ら頼んだぞ俺目的地ちゃんと理解できてなかったわ。うわー間違えたな。ちくしょう腹立つここじゃないんだ、ここだと思ったのに。バレないうちに、そこバレるよこれ。とりあえずあの緑の、うわーやばい敵が きついです。あーあー来ないで シュールないだな。曲もなんかちょっとお笑いの曲になってるような気がするんだけど、気のせいかな。ターゲット遠いなー、277か。遠いですね No! おいお前ファネ野郎、喧嘩を売る気ですか。やばい、急げアイビー、急げ。なんかこっちも、あ、お、いいね、裏路地大好き。この階段を登って、なんかシンデレラになった気分。すごい時間に追われてるから。おお豚うつえあーもう痛いあんたやる気なら私もやるわよ。壁と私の間に挟み込んで攻撃しますよ。
なかなかタフだな。加勢しなさいよ。やばいやばい、ちょっと遊びすぎた。マジ加勢して、本当に。あーよし、遠いなー目的地。来なさい。よし急ごう。旅路は長い、旅路はまだまだ。でも俺こういう時代住んでいたらきっともうすぐ死んでただろうな。よかったこの時代に生まれて。危ない、近寄らないで。もうあちくしょう。Go crazy。あ、仲間一人。やべ。おお、緑のやつも結構使えんじゃん。でもこいつなかなか強いんだよな。あ、死んだ。よし、行こう。わあ、すげえ、二段の馬車とかあるんだ。遠いな。遠いな。でかいな、このおじさんの手がめちゃくちゃでかいな。おっ、ミルク配達の少年じゃないか。もうちょっとだぞ。この中かな。うわー来た。あーもうぶつかぶつかってす、あ、やばい、青いおじさん来た。ナイフ使うとすぐ死ぬな。あれ、仲間がいない。この青いおじさん、よし。こいつタフだな。あ、いいね。カモン、キャム、ギャグだなこれ。いた。警棒で頭、警棒で頭殴んないで。私か弱い女なんですから。辛いなこのミッション。あとちょっとだよ。よーし、この路地だわ。あーあった、デリバリー来た。おー、きつかった。この拠点もゲットだね。残るは一箇所だ。おー、きつかった。オッケー、じゃとりあえず今日ここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。ピースアウト。